たい、ハクさんこんばんざい、こんにちは、お久しぶりかな、やっほー、ツイッテールだよ、ツインテールだよ、ツインテール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 、今日はレイダーを来ました。でもこのツインテールで最寄りを歩いて帰るのはちょっぴり恥ずかしかったです。はい、ツイン、巻いた、やっほーありがとう、モンチッチやっほー、ナイスツインテールです、久々、おかえり、ツインテールだよ、なんなんだよその可愛さ、ツインテールでした今日は。なのでちょっとフリフリしたけど、うち今日帰りこの襟がね、すごい襟巻きトカゲみたいにこうやって立っとって帰っとったことにね、帰った瞬間ここがなんかめっちゃ立っとったんよね、このここにコート、薄いコートをここに入れて着とったんやけど、なんかこうめっちゃ立っとって、とりあえず襟巻きトカゲになって帰っとったことにマジ気づかんくて、帰った瞬間気づいてちょっと恥ずかしかったよね。ツインするとさ、最年少なんでね、バンザイジャパンの、実はね、キとかびっくりしたんやけど、YouTube の絶対アモンガース流れたよね。やべ、最近アモンガースの動画見るのハマっとるんよね。マジごめん。めっちゃ有名な人、多分今流れとった。10万人ぐらいある登録者数。よし、そうなんや。友達さんヤホン、明日仕事頑張れ。なんかあら頑張れ。なんせお前さん透明、マジ透明感ある？やったね。ツインテールなんで。必ずいつか、ツイッター、あのうちはフィギュアにするべき、あははイエイ、話にしましょう、ザイさんこんばんざい、ちなおーすごい、ワンダーさんこんばんざい、うわっ、サヒくんのヤッホー、こんばんざい、ツインテールもろいたおいしい、ありがとう、ツインテールロリータちゃんでした今日は。ツインテールだよっつって、これで最寄り歩くのはちょっと勇気いったよね。でも自分の横に髪の毛がおる感覚があるもん。でもありがとう、もう劇場すごいめっちゃ見とるやん、しかも全部数えとんの、ウケる、すごい。ナンシーこんばんざい、ヤッホー、キチキありがとう、ゴー、なのに向こうから同じ服、あくびくた、マジ今日も配信がこの時間です。今日はめちゃめちゃ作業しとって、本当は12時ぐらいから始めようと思ってたけど、気づいたら2時間で、えじゃあ2時半で、え配信始めないんやけどってなった、しっかり書いてる、すごい、リンリンヤッホー、イエイヤッホー、来てくれてありがとう、同じだなんてそんなこと誰が言うの、あるわけないじゃん、うん、映画館10回アップに、ね、すごっめっちゃ数えとる。ルーフさんもヤッホー、今日はいつも通りの時間です、僕の顔目、それはできないかもしれないけど、でも今日うちはメイさんとレナさんと挟まれた写真も実はあって、ち
チャイナのね、チャイナで揃え飛んしゃったんやけど、出したいけど出したくないみたいな気持ちになっとる。うちがあまりにもにやけとる。めっちゃ面白かったのは、ただそのうちがメイさんとレナさんのメンバーにこう挟まれて写真を撮ったんですけど、そしたらそれもあまりにもうちが嬉しそうやったみたいで、そしたらメルさんが嬉しそうって泣いちゃった。メルさんが涙もろくて幸せそうで嬉しくなったって言って、涙が出ちゃうって言ってた。可愛かった。新作のいいじゃん、あでももう日付変わったっけ、明日になるか。それもめっちゃいいじゃん。平吉やシリガちゃんツイッター見た、ツイッター私だもん。ちゃ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 、今日はランチェキカキカキをしてました。ちゃ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 、こんばんは、やっほー。平和もたらす我ら万歳、はいだ三条。なんか新幹線、あ、よかったじゃん。変身見せてあげる。やっぱツイッテル好きなのか。ツイッテルありがとう。メモ木村いいさつばさいばんばん、笑えるように。じゃんじゃん、この曲は真顔になるところがあるね。そうだ、今日のライブのアーカイブはね、 YouTube ね、アイドルライブジャパンの YouTube から見れます。今日の配信のアーカイブが、ぜひライブ見てね。今日のライブはアーカイブ残るのに、私はツインテールで出てるの、ツインテールがアーカイブに残っています。ツインテール秋秋、明るい髪の巻きつけ、あーいいじゃん巻きツイン。今日はしかもめっちゃ高いのよ、ツインテールは。位置的にはね、でもやっぱちょっと短いよね、髪の毛が。もうちょっとなんかうちのやりたいのはもうちょっと長かったけど、やっぱちょっとそれは無理だった。リンリンアイドルジャパン、あ、ありがとう、見てくれたん YouTube で。 YouTube かショールームか、アーカイブは YouTube にしかないけど、ちょっとなんかリップ出たのにもう薄いんやけど。パパパパパパパ、めっちゃ真顔なんよ実は。あ、リンリンにも早く会いたいわね、とても。ぜひ、どうやったん、見てみて。ここK
いじゃん。ベトナレン、そさまれらがバザイフだ。お顔の輪郭綺麗な顔、ありがとう、嬉しい。お顔の輪郭、最近もうこの辺マッサージめちゃめちゃしとる。でもなんかね、すぐ二重顎に、多分ねその運びなのか二重顎になることが多かったけん、それを最近一生懸命矯正しよる。でも電車で寝るときはなんかやばい気がする、首の動きが。うち真顔のとこ好き。真顔のとこの好きな人結構多いよね。バンザイファイター、この曲バンザイファイターって曲です。めっちゃ噛みました。現場行けるようになるのはコロナ関連のシーン。あー、なるほどね。いついな、でもさ、今どんな状況なん。なんかさ、最近すごい思うのは、どこをもってコロナって終わったって言うんだろう。でもなんか徐々に終わってはきようよね。まさかのマッサージ、そう、めっちゃマッサージしよる最近。ここめっちゃ、もうここと、ここと。最近でもないかも、もう割と続いとるかも。ちゃんと漫才ファイターではありませんね、万歳ファイターです。それ以上可愛くなったら困ります。ちょろっ。本日にはいつ会えるかね。トム、こんばんは。やっほー、トム。アイリーさんのあの写真綺麗やった、ツイッターに上がった。コロコロするやつね、なんか買いたいけど、なんかどれがいいか分かんなくて、もっとらなんか、あとメディキュットね。メディキュットって思ったより高くてさ、そんなに、いやまあ別に高くはないんやけど、3000円ぐらいから4000円ぐらいからやったっけ。そう、メディキュットも欲しいなと思う、買おうかなって思ったけど、なんかさ4000円ぐらい払ってさ、買ってさ、マジただのスパッツやったら、あんなん絶対使わんけんさ、どうしようとか思っちゃってさ、怖かった。いつでしょう、いつでしょう、いつでしょう。いいやつ、そうなんよ、いいやつマジ高いけど、安いやつで効果あるんかどうなんやろって。でもいいやつはさ、なんでそれがいいのかマジわからんや。なんでこんな値段するんってならん。コロコロするやつのさ、高いやつってさ、なんでそれでそんな値段するの、何がそれにどういう効果があるのみたいな、わかんないよね。ただ見た目が高級そうなやつとかあるやん。うちがそう見えとるだけかもしれんけど、そう、でも安いのでもなんか効果あるんってなるけど、まあでも手でいいんじゃね。てかワンチャン迷ったのはカッサ、なんならカッサとかの方がいいんじゃないかっていう気持ちになったことはある。正直なんかあんま変わんなそうじゃん、高くても安くても。なんかすごい銀色のやつは高いけど、初めてバンザイファイター見た時はカネがいなくて、もうさっさと見てた。あー、そうなのね。あ
アリさんに会え、アリさん3日に会えるよ。でもうちもアリさんと会えてらんけん。でもアリさんは頑張っとるけんね。それな、それなって。ただそう、ただキラキラしたコロコロはマジでわかる。なんでただキラキラしたコロコロに何万とか書いてあるのこれって、ちょっと一生わからん時ある。私さんに買わせるし。それはありがたいけど、ありがたいけど、私は差し入れ禁止は厳しくないよ。そういうものとかはもう基本的になんで、なんか生物の食べ物は基本的にダメなのと、まあなんか食べ物はなんか微妙みたいな。まあ別にでもなんか禁止かって言われるとわかんないって感じ。生物はダメになるかな。あとはなんかそんな食べ物いっぱいもダメかな。352日、イエイ、3の倍数だ。立山のこんばんは、やっほー、海さんまた。ジャパンが上昇をいたします。今日ねここのパート初めて歌った。ちゃんちゃんちゃん、大和なでしこ天下統一、波に揺られんでも平気。ファンからキラキラしたコロコロがたくさん。面白い。でもだとしたら使う、多分あったら使うけど、なんか買うのにはためらっちゃうタイプ。それこそうちおばあちゃん家になんかあるんよね、キラキラしたコロコロが。なんかおばあちゃん家行ったらキラキラしたコロコロしよるけど、でおばあちゃん家おる期間だけやけん、そんな効果あるかも分からずに。ただただなんかあるけんキラキラしたコロコロしよる、おばあちゃん家行ったら。で主に足とかなんやけどね。でむずいあれなんか。メディキットこちらまで募集してますっつってから。バザイさんいい意味で自分の子でかい、いいじゃん、やった。それをもっともっと表現できるグループになりたい。いやでもそれはすごいわかる。なんかバンザイジャパンならではなことっていっぱいあるしね。ミラーボールとしてなんか使えるかもね。ミラーボール、天下統一、波に揺られるでも平気。ちゃちゃんちゃちゃん、現場機変えたら効果なし。効果、せめて効果ありそうなキラキラコロコロに見せてよルーフさん。でもありがとうルーフさんも、ぜひ現場来てね。会いたいわねって思っているんだ私は。コロナもソロ落ちなんかね、マジちょっとずつなのかわかんないけど、なんかでもあまりにも急激すぎて時々本当って思うけど、なんかでもだってさ、なんか緊急事態宣言とか今ないよね。だってあんま知らんちゃけど、ただ単純にあのライブの時間の規制が緩くなったっていう感覚でいます私は。ゲットのリズム、センスが舞う、ダンチャンチャンチャン、天下統一、波に揺られるでも平気。チャチャン、一つになって、チャンチャンチャン、いただきの風、見渡す景色、思い出しとくから、タタタタカタカタカタン。めっちゃ擬音で覚えてないけど覚えとる。多分サバ、すごっ、もう98までいった、めっちゃやっとるやん。うちもう終わりません。もうワンマンまでは、ワンマンまで配信ほぼできん気がする。前日にコラボちょっとだけするけど、やばいって感じ。
全然できてなすぎるけど、最近なんか一日ねちょっとね36時間であってほしいって本当に思う。鼻かゆ、さっきまでね断食を書いてたのでいっぱいポスカがある、適当に3本だけ撮った。そう、ワンマンライブでは無人断食って言って、なんかチェキ、落書きされたチェキ、いつもとは違う感じで落書きされたチェキが販売されます。とワンマンライブの会場に行くと無人断食のコーナーっていうのがあって、本当に無人なんですけど、無人なんですけど、そこであの1000円でチェキが1枚1000円で買います。結構いつもはその話しながらトーク付き落書きって感じやけど、こっちはもうなんか落書きに全部詰め込んだって感じのチェキが買えます。それもワンマンライブならではの楽しみです。11月3日ワンマンライブ、お手町水江ホールでにて一部二部制であります。まだまだお待ちしてます。みんなに本当に来てほしいんです。なんか自分はいいかなじゃなくて、ちょっと来てくれる人待ってます。来てお願い。やっぱワンマン前はね忙しい、もうすることいっぱいになるけん、だいたい部屋散らかるけどね、うちは昨日頑張って片付けたけん猛ダッシュで、もうマジ手際良かった昨日の片付け。あ、気のせい、あれ、うわ、あ、嘘ついたら、今日洗濯機回して配信しようと思ったのに洗濯機回し忘れとる。まあいいや、でも多分配信終わっても洗濯回すぐらいの時間は多分することがあるけんいいや。あにに、おやすみランプタイムさん、おやすみ。ランチキで迷いすぎてスタッフだ。いいじゃん、ランチキはねじっくり選んでね。今回のランチキもいい感じなので、ぜひ皆さんワンマンライブに来ると無人ランチキって言って、またいつもと違うランダムチェキが買えます。ランダムチェキって言うけど、あの自分でこれって選んで買うって感じ。やっちゃった。ぜひワンマン、やばい買いちゃう。11月3日開けそうだよって人手あげてって言ってから、もう本当に来てほしいんです。お願いします。絶対楽しみにしますっていうのと、ワンマンライブ今まで配信でやってたりするワンマンライブもあるんですけど、そのアーカイブとかも YouTube で、アイドルライブジャパンの YouTube チャンネルだったり、バンザイジャパンの YouTube チャンネルにもあったりします。で、ぜひなんかバンザイジャパンのワンマン見たことないような人はね、雰囲気の予習にもなると思う。で、あとはただ今回のワンマンライブは配信がないので、マジで現場に来た人しか見れないです。ぜひいっぱい出ます。とても今までのワンマンで一番出るかもしれないぐらいいっぱい出る。配信中皿洗ったり家事する人たくさんいますよ。洗濯会社うちはね最近の配信はしないって決めている。いや、分かる、する時はあるかもね。今日はせん、多分今日今も朝んでも大丈夫やから。言うて明日の朝早いんやけどねってから、明日
何時に起きないかんかまだ考えてなかった。早いなってだけ思っとったわ多分早いなって。13明日はライブが2本あります。どう、ちょっと待って、うちさ1000くらい多分一生告知してないかもしれない。やば、やらかしたかも。なんかずっと告知し忘れと問題あるかも。これなんか下書き、なんか1回でも下書き入れていきなせなんかなっていうのをずっと繰り返してるけど、明日1本目のライブが13時半から13時50分2本目のライブが何時だっけ、全然覚えれないの。18時10分から18時40分こちら30分枠です。なんとぜひこっちもライブは衣装なんですけど、特典会はコスプレをするので、今日とは違うコスプレをするのでぜひお待ちしてます。っていうか来てほしいです。ガチ初見で新潟で初参戦、衝撃、いいじゃんライブ。なるほどね。あ、でもそれでも面白いかもね。でもうちは多分人見知りするけん、なんか予習していくタイプやけど、すごい、ちょっとうちは人見知りしちゃう。ハマさんこんばんざい、来てくれてありがとう。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って発信していくアイドルグループバンザイジャパンの、あ、ちょうどバンザイジャパンっていう曲が流れてるんですけど、これバンザイジャパンの福岡県の伝道師七瀬葵です。よろしくね、初めまして、来てくれてありがとう。七瀬さんが世界へ、チャン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 。なんかすごいリボンが斜めってことに今気づいちゃった。初見で攻略すると大的な謎のプライドって件は、すごい、いいじゃん、それもそれで楽しそう。うちはもう絶対人見知りするけど、なんか予習やっちゃうタイプ。人じゃないんやけどね、ライブ見知り。お水、じゃんじゃん。日本酒かと、まだ未成年なんです。お水です。なんか眠れない、眠れない夜のともにこんにちは。すっごく夜中なんですけど、全然元気に配信してます。イエイイエイ3時の元気じゃないんですが、まあでも多分このルームに来てくれると多分徐々にこの元気の中聞きながら眠れるようになってくるよぜひ睡眠のお供に元気なんですが、なんかこんな感じで囁いたりはしてないんですが、してないんですが寝落ちができます、きっとうちが寝落ち得意やけん、多分このルーム聞いてくれとる人も寝落ちが得意になるもう何か見ながら寝落ちするの得意です。ちなみに今日の帰りの電車もありがとうツイートしようと思ってツイッターを開いて、なんか全然違うなんかパフェの画像みたいなのが出てきとって、で多分その画像をツイートかなんか押してしまったのか、画像が出てなんか知らない画像とカクカカカって打たれたまんま寝て起きたらその状態やった、ツイッターがでも今日の帰りの電車は乗り過ごしませんでした。えらい、ちゃんとね最後の方後半起きとったよね。あ、やばい、電車の中でこれしたいよ、ちゃんと思い出して覚えてはいたんやけどね、ずっとやろうとはしてた
そう。カイタくんこんばんざ、やっほー、今日もキャッチありがとう。カイタくんやっほー、すごいやろ今日、すごいやろ今日、寝落ち戦やったよねって、え違う、寝落ちはしたわ、嘘ついた、寝過ごさんやったよね電車。今日は絶対にあのその電車の時間見て、最短で帰れる時間見て、絶対この時間までには絶対帰るぞって、寝過ごさんかったら帰れるけんさ、決めて、心に決めて、まあ当たり前で言ってほしいんやけど。眠れない夜は踊れダンス。いやちょっとワンマンに向けてなんかね、いろいろ練習したいこととかもあるけん、頑張らなきゃいけないけど、ちょっととりあえずやること終わらして練習してってやらなきゃな。なんか最近はめちゃめちゃ厳しいですよ。昔はだ、あでもなんかそんな、でもどうせって言うと変やけど、成人がさ18歳になったらそうなるよね多分。あと、え来年じゃない成人18歳になるのって、うちらでなんかちゃんとしたの最後ね、来年の成人式が大変な気がする。なんか妹がうち2個下なんやけど、19歳の時に成人式って言ったけん確か。ワンマンまであと3日よ、早いよ、やばいよね、早すぎ。え、カイトくんワンマン来ると、会いとるその日。ルーフさんは現場行く機会があったらってさっき言ったのがいつになるかなって、私はうずうずしちゃう。その日、え来るしかなくない、ファイト君ワンマン会いとるんやったら。バンザイジャパンワンマンライブやってるってよ、カイト君、それは来るしかない、来て来てください、お願いお願いお願い。来月前半の山はワンマンかな。でもワンマンもあるし、3日にはワンマンがあって、6日には私山梨に行って、山梨に行くので、そう一日店長しに山梨に行きます時々。さやさんもかな、それも楽しみです。ワンマン行きたいけどしまーす、それはそうなんやけど。どうだい。あんまいないと見たくないかな。都市人関東行くことあるかな、どうだろう、モンチッチ、モンチッチの気持ちかもしれない。7年以内はちょっと遠いかもしれない。ルフさんどう、11月とか。とりあえず11月3日とか暇じゃない、暇かわかんない、あ開けれたりせん、ちょっと暇かわかんないけど、ちょっと開けれたりとか。どうですか山梨、いいよね山梨の一日テンションはね、わかんないですまだ、ね、いろいろします、多分ちょっとまだ一日テンションやったことないんであれなんですけど、明日はまた違うコスプレです。見たくないことはない、なんかもうやーってしちゃうってこと、迷っちゃうな、来ては欲しいけどって感じかも。バンザイジャパンは22人ぐらいいます大体、
多分20人ぐらいざっと新車購入したらライブに出演する人数は割と日によって変わってたりします。でもね、山梨行けんの6日、悲しすぎん。それはマジ？それは悲しいじゃん。新天地くんありがとう。みなさんこんばんざーい、やっほー。多分現場いたら安原芽生さんのブーパーだけで、あははは。まあでもそれだとしても、まあちょっともお話ししたい、してほしい一回現場に来てみん内部に来ませんか。来てほしいけどな。ドラさん、やっほー。明日早いから、あ、明日早いって言うけどもう3時やけど大丈夫そう。かいとくん、おやすみ、ちゃんと寝てね。今日囲み頼んだけど多分間違えた気がする。あれ、何を間違えたの？え、頼んだのは見た。どう間違えたんだ？ね、間違えた。せなちゃん、ささささん、ゆみさん、あゆみさん、私の囲みかな。多分武道橋は新宿から特急で、あ、特急ってあれやろ、なんか海事かあずさかなんかその辺やろ多分。課金ワンマのキャラいたよ。 ありがとう、検討してくれて、なんか考えてくれてありがとうね。それを頼んだ、あーやけんか、え、みそらちゃんの頼んだってこと？どうなるんやろ、ちょっと明日聞いてみようかな。そしたら眠りたい。そういうことかな。キーボード使うんです。キーボード使います。これ音いいよね、キーボードって。あ、ドラさんかわいい、ありがとう。今日はツインテールしてます。ニコニコ。メール見てめっちゃ焦って、とりあえず公式 DM さんの方に、あー、オッケー。でも結構見てはいると思うけど、なんかあるかもね。ただ一応明日ちょっとうちからちょっと確認もしてみようかなと思います。してみようかなというか、してみます。雨も、え、なんかどうしようとしてどうなっとったかだけ、あのここで言いにくかったらちょっと DM かなんかに送ってくれとってもいいかも。ここでコメントで言われるんやったら全然ここで言ってくれてもいいよ。高いぎ、あ、でも1万ぐらいかも。1万ぐらいかな、多分。音がいい、そう。
レイザーのオレンジ軸のキーボードです。軸がオレンジ。ちょっとキーボード詳しくないけど、ちょっと軸まで言うとあれやけど、1万ぐらいかな。メカニカルの、メカニカル違う違う、えメカニカルキーボードだったかな。ちょっと最近あんま覚えてないけど、やってる感ある。めっちゃゲームする人です。ちなみにパソコンでデスクトップ PC がありますここにキーボードを見た感じであれかもしれんけど、慣れてる。でも最近慣れ始めたって感じかも。いっぱい文字入力したりしよったらパソコン使って。1万円ってすごくないですか。でもゲーム用っていうか、ゲームゲーミングキーボードとか言われるよくやつで言うと割とミドルぐらいかな。もっといいやつは2万ぐらいする。いやちょっと2万のは買えなかったよねつってから一番うち的に打ち心地が最初いいなって惚れたのは2万ぐらいやったけど、これはその次に良かったのと見た目も良かったけん買ったけど、今はこの音がめっちゃ大好きになっとる。その軸っていうのはすぐ青、そうね、青赤青もあるかな、青赤茶かな、がなんかそっちの会社で、レーザーがレーザーだけ軸が違ってオレンジと何か忘れた。あでもなんか銀軸とかもあるんよね。なんかいろんな軸の種類がある。会社が2つあるみたいなイメージ。高いかも。900円じゃゲーム不可で900円のキーボードがキーボードの方式が違うくて、900円とかのは多分メンブレンとかのキーボードになるんやけど、ちょっとすごい専門用語すぎてマジごめんなんやけど、なんかね一個のボードに なんて言ったらいいんかな、一個押され、キーボード押された時にそのなんて言ったらいい、なんか全部つながってるみたいな感じって聞いた気がする。こっちは一個一個オーディンなんかみたいな、ちょっともう説明下手すぎてあれやけど、あとでも押し心地も全然違う。なんかメンブレン、多分900円とかのメンブレンないけど大体のキーボードはちょっと左右にぐらつきながらこう押し込まれるって感じがするんやけど、このタイプのキーボードはマジでまっすぐストーンって落ちてくれるけん、押し心地が全然違う。左右のブレがあんまない。ハクツルさんこんばんぜい。めちゃめちゃキーボードについて語っとったけど、明日のうちが楽しみやわ。足っつって足かな、足かもね。やべ、あ気づいちゃった。わどうしよう、わどうしよう、わどうしよう、考えよう。明日のコスプレ、あれどうしようっていうのを思い出した。コスプレのマリアさんのとこからか。あれマリアさん配信終わったんか。あでも30分ぐらい過ぎたね。確かにうちが始めたね、ちょっと後に始めたけど確かに終わってそう。なるほど、そうなるほどなのです。思ってた以上に技術系女子で抑えるかも、ね、やった押してくれてもいいてウルフさんちなみにめちゃめちゃ技術系なので、あのちなみにデスクトップ PC でゲームしてるんですけど、このパソコン自作 PC って言って、あの自分で組みました。パーツ揃えて自分でパーツから買ってパーツを組み立てた、選んで自分で組み立てましたしかもなんか自作 PC って割と女の子で作っとる人も時々おるんやけど、結構それでもレアなんやけどね。割と大根ってなんか自作パーツを自作
パソコンの方がケースとかが可愛かったりするけん女の子もちょいちょいおるんやけど、ただなんかそうパソコンショップとかでなんか5000円とか1万円とか払ったら代わりに組み立てて、そうパーツは選ぶけど組み立てはやってくれるみたい、結局まあできたのが届くよみたいなサービスもあるんやけど、うちはもう全部自分で家で組みましたそういうのもちょっと楽しいよね、組むとか組み立てるとかのも好きやけん。マウス新しくしたいけど今のになりすぎ、わマウス変えるのはマジでいや勇気いる、いやうちもう変えれる規制っちゃけど今のマウスから、いや無理だな変えれる規制、いやうわマウスが一番変えるのしんどいかも。プロやったね、この配信は携帯からやってます、携帯の方がねカメラの画質がいいっていう理由ですでもゲーム配信とかを YouTube の方で Twitter に1回行ってもらうか、この下のプロフィール欄をスクロールしてもらうとYouTube のリンクを貼ってるんですが、 YouTube でねゲーム配信しとったりするんやけど、 YouTube のゲーム配信はパソコンから配信してます。一応ショールームもねパソコンから配信できるってできる、みるさんやっほー、パソコンを自作するって意味が自作 PC っていうものがあるんですこの世には。なんでこんな斜めかって言ったらここが取れてんのか、納得しちゃったわ。うん、すまし何さんだ、え、ルームの名前が違う、すまちゃん、すまちゃんさん、すましかてんてんてんになってるけど、すまちゃんさんなのか、すまちゃんでいいんかな。こんばんは、はじめまして、来てくれてありがとうございます。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界発信していくアイドルグループファンザイジャパンの福岡県の伝道師七瀬葵です。はじめまして、来てくれてありがとう、こんばんは、コメントもありがとうね、はじめましてでコメントしてくれてありがとう。リケジは自分のところ男女比そんなことないよ、言うてそんなレアじゃない、理系女自体はそんなレアじゃないよ。理系って言っても建築系とかは女子が多いし、なんなら女子比率の方が高い学科とかもあるあったりするけど、多分文系理系ってだけで分けるんやったら理系じゃない、理系だけ、その文系理系のくくりの理系での女子比率で言ったら多分全体で言うと64ぐらいの4が女子ぐらいかな、かもうちょっと女子少ないかぐらいな気がする。そういう人はいるけど基本希少でも自作パソコン作る人は貴重だと思っています。ゴニマさんこんばんざーい、チョコじゃん、はじめまして、来てくれてありがとう。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って発信していくアイドルグループバンザイジャパンの福岡県の伝道師七瀬葵です。はじめまして、チョコ好き、来てくれてありがとう、コメントもありがとう、ご時間にありがとう、50かわいいっす、頑張ってありがとう、よかったらルームフォローしていてくれると嬉しいです。今は全然変わっとる、全然おるよ理系女って。実はあおちゃん万歳まれに見え賢い子なんや、メンバーごめんごめんやって、賢いんかな、でもね、学生の頃は多分バカではなかったバカではなかった、いやバカやった、バカって言って変やけど、なんかちょいちょい変やったけど、学力的に言うとバカではなかったぐらい。夜寝れなくて、あ、夜寝れない人にはねもってこいのルームかもしらん、このルーム。可愛い子に癒されて、いらっしゃい、やっほー、癒されててね、多分ねこの配信は元気やけど、多分ねみんな気づいたら寝ようと思えば寝落ちができます変はな変かもーっつってからでもそんなめっちゃバカではなかったよ。
でも国語は苦手、英語も苦手文章はマジで苦手やけん、ちょっと語彙力とかはマジでない。リンリン、自作パソコンのメモリは16なはず、 8×2 にしたけど、ちょっと最近メモリ増設はちょっとしたい、いつかの気持ちはある。タスクマネージャー開いたら分かるんやね。数学できなければ理系じゃん、あ、バカじゃないでしょ。うん、どういうことだ、この星なんだろう。こんなメジャーなグループ入るぐらいのビジュアルのガチ理系女子は、マジガチ理系女子です。でもね、ちょっと大学も行ってないんですけど、アイドルをするって決めちゃったんでね。やけんちょっとだいぶ忘れたけん、正直数三はできる気がしません。もうでも数三まで一応履修はした、履修はした。ちょっと待って、どこ行った、いた、メモリ16だ。あんまが言えない、それはそう、うまくまとめ、オッケー、伝えときます、ありがとう。わざわざツインテール、そう、ツインテール、ちょっとレアだけどね。今日はコスプレでロディータ来たけどね、ツインテールちゃんです。 OS はね、 GT、 これ見れるかな、ここじゃないかな、見れるとこ。違う、あ、何だっけ、ライゼン7 3000なんかな気がするあ、よしこちゃん、やっほー、ちょっと久しぶり、来てくれてありがとう。じゃあチョコ、え、欲しい大学は入っただけ、もうやめました最終学歴やけん高校になるよね。そう、まあ、アイドルやめて大学行きたくなったら行くかもね。いや、まあ多分その頃にはそんな頭ないんですけど、なんかやりたかったことが、なんで大学入ったかっていうと、なんか研究職いいなって思ったんやけど、ガチ理系なんですけど、本当に研究職に就こうかなって思って入ったけど、なんかね、コロナすぎて、ちょっとそのそれこそ化学系なんですけど、行った学部が自作 PC とか作っといて、電気電子系じゃないんですけどコンピューター系じゃないんやけど、そう、でもそれもある、コンピューターの方がちょっと最近気になり始めたっていうのと、化学系に行ったけど、なんか実験とかマジ全然できんくって、全然面白くなかったっていうのがありました。で結局アイドルになりました。ちょっとね、多分理系、多分なんか両立できるアイドルさんもいるとは思うけど、自分には無理そうだった。え、なんか両立しちゃうと多分どっちも中途半端になっちゃいそうって思って。最大何ゲー、でもスロット4個あるけん、まあ、8だとしても32でも多分16にしたらもうちょっと増設できると思う。今んとこまあでも16にするやったら全部多分差し替えとかになるけど、それはそうってはっきり正解やろっつってか、リナックス、何だ、違うかも、わかんない、どっから見る、あ、ここじゃない、 OS ってどこだ、違う、これ CPU の話してるかもね、うち OS は Windows かも、そういうことかも。すでにちょっと退学しました。大学入る、大学入るのはね割と簡単かも。ちなみにでも入った大学はね、第一志望じゃないんですよね。大学受験はちょっと失敗しました
いろんな配信で相談しようと思ったけどなんか言いづらくて全然大丈夫、ありがとうね、言ってくれて勇気出してから、ありがとう。科学はそう、科学はちょっとリモートじゃ無理なのよマジで。まあ座学も嫌いではないんやけど、化学の。でもやっぱ大学入ったらせっかくなら実験がしたかったよね。じゃあ夜勤だから仕事頑張って、お仕事よしいこう、頑張れお仕事、応援をしているよ、頑張れ。自分は個数やから分からんけど、文系と理系で大学の授業の、あーそうなんかな。でもうちもね、あの高卒なんで入学はしたけど、なんかオンライン授業を半年ぐらいやってすごく嫌になっちゃってアイドルになったので、まあでもなんか大学が嫌になったけアイドルになったっていうと、なんかすごいアイドルを仕方なくやったみたいに聞かれるけど、本当に違くて、アイドルやりたいなって思いながら上京をしたんやけど、大学の時点で上京したんやけど、なんかアイドルできるようになった時に、まあ両立もちょっと考えたけんね、そうやってできるようにっていう考えで上京したんやけど、もうえ無理だって思って、もう絶対アイドルになるって思ってこうなりました。おい、おいさ、 Windows って納得した。僕は Windows を、Mac で Windows 動かして、すごい失敗したい。第一志望入ってたアイドルじゃ、あでもそれはあるかも。でもね、なんか第一志望の大学がマジ第一志望にした理由が、サークルがあのね、チアサークルっていうのがあって、結構そこのチアのサークルがめっちゃ楽しそうでっていう理由でした、正直言うとあとは立地、関東っていう、正直関東であればなんかどうにかしたらそのアイドルやりたいってなった時にその東京に通えるかなと思って。いやでもそれはあるかもしれないね、失敗戦で第一志望に入っとったらはマジあるかも。でも多分失敗する、えなんて言ったらいいのよな、失敗したのもなんかもうその受験、その日に失敗したっていう、もう受験期にめっちゃつまずいちゃったタイプの人で、うちがなんだろう、もうすごい、もうあんま言うとちょっと良くないけどそういろいろあって、そうやけん、でその頃にアイドルに会って、その前から女の子は好きやったんやけど、その前からうっすら好きやったんやけど、その頃にめちゃくちゃアイドルに救われて、よりアイドルになりたいって思ったっていうのはあるかも。初見です、クズパンさん、はじめまして、来てくれてありがとう。星集めとかで寄ってくれたことがあるのかな、ありがとう来てくれて。はじめまして、日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力で発信していく、世界に発信していくアイドルグループバンダイジャパンの福岡県の伝道師の七瀬葵です、よろしくね。部活楽しすぎて受験者それもいいよ、青春。4年間科学やって向いてないと誘ってきて、すごい、全然違う分野。その分チアコスプレでも、ね、高校の時はね、体育祭とかでチアとかやっとったりした。ここまで完璧に彩色兼備ってことそんなことないよ、そうなりたいね高校生の頃は割と勉強してたかも、めちゃめちゃ塾とか行っとったしね。ツイッターってフォローしたら、鍵アカじゃなければフォロワーするかも、なんか変なアカウントじゃなかったりしたら、ちょいちょいなんかね、あの送られてることがあるけど、三千ごめんね、チアのあちゃん。でもね、ちょっとみんなの想像するほど可愛くないかも、チア服が。
なんか治安服がね、めっちゃ校則厳しい学校やって、うちが。やけん、めっちゃギャルみたいな見た目してるけど、今特に。めっちゃ校則厳しい学校やったけんが、なんか治安服のスカートとかもめっちゃ長くさせられて。ちなみに、福岡県って、制服のスカートめっちゃ長いんですよ。本当に長くて。で、その長さ、やけん治安服も長くさせられて。チアしてました。いや、体育祭の期間だけなんやけど、部活ではなかったけん、スケバンではありません。私高校の頃はね、真面目かって言われるとちょっと嘘かもやけど、勉強はしてました。朝昼より鍛えすぎて体にすごっ丈夫になったん？全然アリさん、ツイッターフォローありがとう。すいません、ちょっとフォロワー、確約はできないか、ごめんね。でもできるだけします。ありがとう。多分これかな、名前違う、これかな。じゃんじゃん、なんか誰か分かると割とフォロワーするかも。すみません、髪バリバリでただのギャルじゃないんです。ギャルじゃないんよね、実は。こんな髪しとるけど、そうやけんね、髪派手髪やったらめっちゃギャルとかやんちゃっていうのはマジね、偏見かも。実は真面目かって言われると、まあでも真面目かも、わかんないけど勉強してました。めちゃめちゃ勉強してた。1日12時間とかしとった時とかもあったもん。全然休みの日とかしとった時あった。全然受験期とかテスト期間とかはマジで10時間とか1日しとった。塾とか自習室とかにマジ無限にこもっとった。モテた？モテませんでしたね。モテませんでしたね。なんだった、でもなんかモテたいとも思ってないんやけどた。変な人やったけんかもしれん。女の子に可愛いって無限に言ったけんかもしれん。大阪もマジ一緒じゃん。でも別になんか男の人と喋らんわけでもなかったけど、男の人とかも距離めっちゃあるから。そんなことないんやけど、でもなんかどっちかっていうと本当に多分みんなと話しとるみたいに、この子可愛いよねってうちめっちゃ話しとった。もう会話がそりゃモテんわっていう。なんかさ、学年にさ1人2人3人ぐらいさ、大体なんかマドンナ的さ女の子っておるやん。もうやけん、じゃあその子のことちょっと可愛いって言った、推しがいた、推しがいたとかいう言い方やばいけど。ツイッターのドルーム、ありがとう。グリマさんも見てありがとう。また下5、また下5センチって単位が意味わからんもん。だって膝下とかなんやけど、単位が違う。なんか福岡市がやばくてめっちゃ厳しかったりするけん、その周辺が特に厳しいイメージはあるかも。成人式は、成人式実は今年なんです。実はね、こう見えて成人式まだなんですよ。バンザイジャパン最年少、成人式今年です。オイランはしません。高速禁止がその反動で壁、あ、でもそれもあるかも。でも一回派手髪するとマジで一生黒髪に戻れる気せんのよね。ちょっとね、なりたい気持ちもあるんよ、正直言うと。でもなんかね、でもやだ、いや一瞬ならいいけど、やだ、このうちはこの派手髪の自分がいい、好き。なんか自分なんだろうな、なんか自分のこう装備してる感じ。めちゃめちゃ新学校、新学校ではない
自称進学校のレベルぐらいだと思う多分えーってめっちゃ声出すやん。男子声かける、え、そんなことはないと思う多分。どうだろう、そんなことないと思う。え、けどなんか人見知りやけん、なんか近寄りやすいかって言われたらそんなことない。なんか仲良くなれば全然話せるけど、もう4月とかほんと大嫌い人見知りやけんさ。え、でもなんか最近はねちょっとずつな、人によるえ、でもそう、でも特典会とかで出会う人とはちょっとずつ人見知りせんくなってきたけど、マジで人見知りやけん、ほんとに4月ほんとにもう、ま、もう 毎年4月来ないでほしいって思っとったクラスに青地がいいね、やったウェイ、それはあるかも。里葉さんやっほー。残念ですがギャルやけど有能な理系女子ってのはアニメの世界にしかいないうちかもしれんよ、もしかしたら。ちょギャルか分からんけど、でも有能な理系女子にかもしれないよ。科学ちゃんと勇気向きまで全部やったもん。スカート折りまくって折りまくって折ってない、いや嘘、折ってはいたけど、折っても長いんよ、折ってもいい意味ないぐらい長いんよマジで。もう折っても折っても長いんよ、もうどうにもならんあれは多分。え、そう、最年少よ。福岡風強いんか、え、どうなの分かんない。でも春とかはマジ黄砂と PM2.5 がやばいです。ちなみに鼻やられるタイプできるのは若い、やったね、今日ね、ありがとう。福岡厳しいよ割と。そうでもない学校はねあんまない気がする。いやそれこそ割となんかチャラチャラしとう人が言っとうところはちょっと緩かったけど、でもそれでも制服は決まっとうところが多かった。決まってないのは多分マジで通信ぐらいやけん、なんか東京の学校ってさ割となんか制服自由やったりする高校あるし、多分私立の選択肢が多分東京は多いけんなのかなともちょっと思ったりした。選択肢の幅がすごい広い気がする。でも受験はなんか東京とかの方がなんか厳しそう。てか関東ってさ小学受験ん中学受験とかする人めっちゃ福岡よりも多いイメージあるマジで。正直なんか私立の方がいいみたいな風潮が関東にはあるイメージで、正直福岡は割と公立の方がいいイメージ。本当に高専とかスポーツ推薦かかあって早稲田佐賀とかぐらいじゃないかな、福岡近郊だとぐらいかな。以外は割ともうなんか基本公立の方がいい、次に滑り止めで私立みたいな感じなんやけど、受験の形式が高校受験ね。なんか東京はすごい私立って感じするけん、すごい。モニーさんこんばんざい。絶対染めないって、お、いいじゃんバージンヘア。今めっちゃ美女、やったね、ツインテール褒められるね、すごい。でもちょっとうちの心がねまだ耐え、もうちょっと心を鋼にせないかもう、今日ステージに出た瞬間思った、やべえ、今自分ツインテールだってちょっとひよっとるんよ実はねステージに出た瞬間だいぶひよっとった、大丈夫かなツインテールだいぶひよっとったよね。ガオラガさんヤホー、何がついてる、何ついてないよ、大丈夫、大会初めてじゃない気がするってやい、人見知りちゃいなの、待ちちゃいける、イサム4月誕生日やから来ないでほしいから行け早いシュプシュプヤッホー、19歳若すぎるんだからこれピチピチの19歳です。地元の中学校あれ出たから中学、あーそういう人もった。ちなみにねちょっとだけ塾講師のバイトをしたことがあります、ちょっとだけね
大学行ってた頃。行ってはないんやけど、全部オンラインやけん。ツインテツイヤ。ツインテールだよ今日。ついてるついてるツインテール。ポニテはねよくするよ。多分明日か明後日にはポニテ見れると思う。分からんけど。西南学院、西南もね。あでも、まあ、中学受験で西南行っとったら。いい感じって感じやけど、で小学受験で西南行っとる人はもうねお嬢様お坊ちゃまで、高校は半々。まあ西南行きたくて行く人もおる。西南って制服が可愛いよね、福岡にしては。あとは、まあ、西南も割といいところやけんね。でも割と高校受験から入った人はまあマジでピンキリになる。私立あるあるやと思うけど。やみちゃんこんばんざい。山梨も私立より公立の、あーやっぱそうよね。なんか東京ってどっちかっていうとさ、あれ私立の方が割と強いこと多いけど、強いっていうか私立行かせたがる人も多い気がする。親が福岡は孤立層強い。周遊福岡筑紫ヶ丘が、まあそうね。何やっけ、なんて言った、なんか3つ言うやん。なんて言った、え待ってめっちゃ忘れしたんやけど。えなんて言う、その3つのことちょっとわかる。小倉とそうね、新定着がやった、やっぱり頑張ってツインテールしてるのが。ほんだポニーテールにひよって、ポニーテールにはひよってないんよ。じゃあ何しても可愛いから大丈夫、やった。ちょ全校庭ボットで追って、ついてるついてるツインテール、そうついてるついてるツインテールなのよ。可愛いとこもあるんですね。そうツインテールにおじけづいたちょっとおじけづいちゃったよ。大丈夫かな、自分ツインテール大丈夫かなって、ちょっとビクビクしちゃった今日ステージ出た瞬間。確かに地方は公立、そう地方は多分割と公立の方が優秀なイメージで、逆に私立の校則は割と厳しいイメージ。福岡はそう、そうそう聞いてくる。山梨来れる、しぶしぶいいじゃん。お受験、そうお受験、お受験はマジ中学受験までの言い方よね大体。実はソフトロリコンやったね。福岡市内そう公立が強い、マジで効率が強い。福岡市内、福岡近郊とかない。でも福岡市内でも高校の学区って分かれとるけん、中央区西区あたりと上と、あまああの公立は学、そう公立が学区分かれとるけど私立は学区分かれてないけんあれなんやけど、だけんその学区の近くに割と賢い人が、逆に親がそういうとこ行かせたい人は引っ越してくるタイプもあった。御三家、それもうそれが言いたかった。天才博多美人かもね、筑紫。そうね、うちらの時近所の私立高校の入試かなりやばかった。にかけさんとかと犬の、えそれはえ高校でやば。ヘッドホンして配信慣れ流して撮ったらすごい慣れるんで配信流してつけとるつもりやった。ようやくシュプシュプに会える、楽しみだ。山梨楽しみやね。可愛いが正義、可愛いが正義だよ。いやい、今日はツインテールなんでいやいってしてます。御三家とかそれはでもそう、福岡の高校周遊、周遊館、福岡高校、筑紫ヶ丘高校かなが福岡県の高校の御三家って言われてて、頭いいとこ3つです。簡単、頭いいとこ3つ。でもその3つの高校は公立なんやけど、学区が被ってないけん、筑紫ヶ丘はなんかめっちゃ坂あるとこ、福岡校、
全部行ったことあるんやけど、その部活とかで福岡高校はどこにあったっけ、どこにあったっけ、絶対に行ったことあるのに。ゲームしながらってことか、すごい、めっちゃ大音量になるやつや。自分は筑紫川、筑紫川かな、何が大古学区やっけ、そこは確か違ったっけ。その3つのどれかに行ってたってか、それはちょっと賢いかもしれない。それやったらうちは自信満々にして、あの進学校って言ったら、さっきうちね自称進学校って言ったっけ、いかん、あんまそういうこと言うと高校がバレちゃうけん。九州は可愛いよな、でもそれよく言われる、博多美人。福岡でも可愛い子多いよ、いっぱいいる。ゆうくん、おはよう。お目覚めですか。学歴バレても恥ずかしく、まあ恥ずかしくはないけどねんつってから。大した学歴じゃない、おしん全部しん、じゃあモンチッチの学歴をちょっと送っといてもろて教えてもろてつってから。目覚めた、おはよう。おはよう。もう4時なんよってね、毎回夜知ってる。今日違う、待って、明日何時に起きないかんのかにね、うちは何時なんだろうね。早いってことだけは知ってるんだ、実はうち。寝ないか、まだ寝れんちゃけどね、寝れんちゃけど寝ないか、やばい。うん、4時間。左手キーボード買ったけど使いづらかった PS、 左手キーボードね、なんかあれ結局なんか結局キーボードでよくねって なりそうと思う。千葉の学校調べまーす。アニア配信より可愛いっぽいから緊張する、緊張する。4時間ぐらい寝れたらいいけど、絶対寝れん気がした。自分できるような学歴はない、どうぞよというそんな、そんな学歴は全てじゃないよ、結局。なんかね、まあ難しいよね、あまり学歴主義の社会はうちは好きじゃなくて、実は正直言うと、まあ学歴が今はないっていうのもあるけど、でもそういう指針がいるんよなって思いつつ、なった。なったよね、そう、結局よくねってキーボードでなっちゃうよね、絶対。小中高大生すごっ、大学ぐらいは分かるんじゃない、知らんけど。で大学はさ、なんか割と全国規模じゃない、知るのって。大学ぐらい言っといてもろて。キーキャップの付け替えハマっとるけど、それで、あ、でも分かる。え、待って、うちここに入れてなかった？なくしたんやけど、キーキャップ付け替えるやつ。
え、なんかになんかはめて遊んだよね、さっきじゃない、え、そうだ、リップにつけて遊んで、多分、え、絶対この辺に置いたんよ、そんな、でも隠れてないんやけど、キーキャップのやつ、でも多分出てくるわ、え、なんかさっき見た気がするんやけど、なんなら隠しちゃったね、ちゃんと寝ないし、そうする、人生好きよしぐない、え、わかる、結局なんかうちはなんか好きじゃない仕事をなんかいやいややるような人生なら生きない方がマシだって思っちゃうので過激っつってから嫌だってなるけん、19歳はお肌ピチピチになりたい、いや七瀬さんのような有能人学歴資源、それはそうかもしれんけど、なんかまあ確かに学歴がある人って多分そこに入るまでの過程を頑張ってはいるんだろうけど、でもそうじゃない人が頑張ってないかって言われたら違うし、仕事できるかって言われたら絶対もっと違いそうって勝手に思っています。でも私今もう高卒なんで、推しに会えればそれでいい、それでいいよ、センシティブキーキャップっていろいろあるよね、一時期自作しようか迷った、ちょっと材料費なんか思った以上に高くてちょっとひよった、あとちょっとデザインするのにひよった、ほんじゃで、あ、送っといてモンチッチ、よろしくよろしく、お肌きれいになるために、じゃあちょっとそろそろ寝ようかな、アイリさんいないと生きていけない、いつ次、え、トムはワンマン来るの、あれ、なんか違うね、さっきこれって言ったのは山梨やもんね、ワンマンでは会えるん、アイリさんに、夢花畑天使だら、それはまさしく美しき世界、1から100まで数えてば、あ、まあ、じゃああと3日の辛抱だ、でも3日って長いよね、チケット昨日だいぶ最近ということで、そろそろ終わろうかなと思います、時間なんでね、時間っていうか、まあ別になんか決めてないけど、曖昧までやって時間かかりすぎて、もうすぐ、おおめでとうちゃん、頑張れ、もちろん仕事できるか全然関係ない、何やりさえ、あ、それはあるかも、それはでも親にもめっちゃやられたけん、じゃあめちゃめちゃ判定された、アイドルしかもアイドルも判定されたし、うちは正直なるって決めた時からバンザイジャパンのスケジュールを見て絶対両立できんと思ったけん、やめるって言ったけど猛反対されて、そう、もう全力説得した休みーモティさん、九州、あ、そう、9つじゃないんです、実はもう休み、モティさん楽しい時間と、またよかったらゴディバさんもフォローもしてくれたみたいですね、また来てね、あ、東郷さんもってお疲れして、ありがとう、初めて3週、遅くないよ、全然早いよ、全然早い、うち初めて1ヶ月半ぐらい、嘘か、もう最初のスプリットぐらいずっとねブロンズでした、お疲れ様でした、明日式的今日、お待っとるやんってことで、配信来てくれた方ありがとうございました、よかったら、あ、揉めたっていうか揉めて喧嘩的な感じじゃない、お願いしますって言ったって感じ、そんななんか不穏ではなかったけど、反対はされたけどね、ということでよかったらルームのフォローよろしくお願いします、そしてツイッターもやってるのでツイッターのフォローもよろしくお願いします、ということで皆さん来てくれてありがとうございました、以上、福岡県の念同士七瀬葵でした、またね、お疲れ様ありがとう、アルフさん、いいですね、まっしぐらだね、ほな送るわ、あ、もう全部でも送っといていいよ、おんちっち
最近葵ちゃん、葵ちゃん自分で葵ちゃんって言っちゃった。葵ちゃんにゃーが気にね、やったね、にゃ。お疲れ様ありがとう、ゆきちゃん。なるほど、そう、お疲れ様です、ありがとう。とり個人情報それな。ゆきくんもお疲れ様ありがとう、めっちゃ癒されちゃった、やったね、いい夢見てねってことで、みんなおやすみ、またね、バイバイ。